ノックス軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点の人口は9374人で、軍庁所在地はセンター。ネブラスカ州のナンバープレートで、ノックス軍の車両は最初の数字が12になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際、ノックス軍の車両登録台数が州内の軍の中で12番目に、 多かったからである。ノックス軍は1854年に組織され、アメリカ陸軍少将のヘンリー・ノックスにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積2952平方キロメートルである。このうち2870平方キロメートルが陸地で、82平方キロメートルが川や湖などの水地域である。 総面積のうちの2.77%が水地域となっている。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、ノックス軍には9374人、3811世帯及び2595家族が暮らしている。人口密度は3平方キロメートルで2平方キロメートルの平均的な密度に4773件の 住居が建っている。この軍の人種の構成は、白人91.63%、黒人0.09%、先住民7.12%、アジア系0.16%、太平洋諸島系0.04%、その他の人種0.34%、および、本結0.63%で、0.91%の人々がヒスパニック、または、 ラテン系である。ノックス郡に住む3811世帯のうち29.30%は18歳未満の子供と暮らしており、59.00%は夫婦で生活している。6.00%は未婚の女性が接待種であり、31.90%は家族以外の住人と同居している。29.90%は特許で、 全世帯の17.40%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.40人であり、家庭の場合は2.98人である。軍の住民はーセントが十八歳未満の子供で十八歳以上十四歳以下がント、二十五歳以上十四歳以下がーセント。 45歳以上64歳以下が23.90%及び65歳以上が23.10%となっている。平均年齢は43歳である。女性100人に対して男性は96.70人見て、18歳以上の女性100人に対しては男性は95.20人いる。 軍の世帯ごとの平均収入は27,564ベイドルで、家族ごとでは34,073ベイドルである。男性の23,373ベイドルに、対して女性は18,319ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は13,971ベイドルである。総人口の15.60%、 家族の12.50%は貧困戦以下である。18歳未満の子供の20.40%及び65歳以上の13.50%は貧困戦以下の生活を送っている。ブルームフィールドの様子バーディグルの様子、ありがとうございます。